ああ、エラはちょうどいい位置ってなんだよ。実は最近ハビングでしか歌ってないの。いいことなんじゃないの。なんでだと思う。成長したんでしょ。私が人生のテーマソングにしてる。その時々でちょうどいい位置にいる芸人さんをドレミに乗せて応援する。アハハの歌なんだ。井上がかわいそうだって言ってんだよ。それがカタカタだって言ってんの。あのさ、私黒崎君とタツキちゃんに相談があるんだけど。相談。そんなギャイギャイ怒んなくてもいいだろ。怪我しなかったんだ。それどうやったんだ。目が猿みたいになってんぞ。俺姫、顔芸上達したな。正解は世の一門独楽